今回いただくのはうまかっちゃん博多からしたかな風味です。安定のうまかっちゃん、食べるともわかる、これはうまい。何か変わったの入ってるかな。沸騰したぞ。もうそろそろいいかな。粉がちょっと赤っぽい色なんですが、見た目からして辛そうです。魅惑の粉です。これに旨味がたっぷり入ってます。うまいので少しでも粉を出したいところだ。ほらほら、まだ出てくるじゃないか。もう出ないか。うまそうだぜ。どんぶりにいいんだ。ではいただきます。まずスープからいただいてみますか。おうまい。良い具合に辛い。私は辛いの苦手なのですが、これは程よく辛くて良い。ああやっぱりうまかっちゃんはうまいな。レンズが曇ってしまった。メガネが曇ったと思ってくんでい。時々スープを流し込み、口の中の麺の受け入れ体勢を万全にする。うまかっちゃんは麺もうまく感じるんだよな。単にスープがうまいからだろうか。なんでこれを関東の方じゃ売らないのか不思議である。
そしてやはりスープを飲み干してしまいます。今までうまかっちゃんのスープを残したことがないです。えへん。一番うまいのはノーマルなうまかっちゃんだと思いますが、食べすぎると飽きてしまうので、たまにこういう一味違ったうまかっちゃんを食べたいですね。スープを飲飲した者のみに与えられるそこのご褒美をいただく。ごちそうさまでした。うまかった。